はい、謎たれです。今日はですね、道の駅スプリングス日吉を出まして、美山かやぶきの里ですね、そちらへ観光に行きたいと思います。そうやんな、あの子やんな、うわ、ここまで来たんや、えらーすごいね、だってスプリング表紙で見た親子やんな、だって車でも30分ぐらいかかんねんね、せやな、すごいな、13分ぐらい走ってるもんな、30分ぐらい走ってない、いやいやいや、なんで9時に出れへんかったもん、1時間やないで10時やから、すごいね、ということはあの子どう考えても小学校2年3年ぐらいで、ただあの服も自転車も決まってるから、ちょっと前からやってんちゃう、でもね、ああいうね、まだお父さんについといてって言ってついてくる頃にね、親子でね、なんかするっていうことやね、ええ経験やろな、だからかあの子も大きなってもやる自信あるよな、そういうこと、やり方も分かってるし、お父さんからレクチャー受けてると、間違ってもインドアの子になれへん、そうやな、うちはとにかく超インドアに育ててしまったから、いやまあまあ本人なんか好きか嫌いかもあるけどな、そう、無理やり連れてとったら多分年取ってもういやいやってなってなっちゃうし、あ、でもあれやね、まあ、親の影響大きいけどな、ちっちゃい子親がキャンプ好きやったら子供も知らず知らず嫌がおうでももうキャンプのこと分かってるからさ、で自分やりだした時不満、いや、なんていうかな、子供の頃連れて行ってもらったなっていうのがなんとなく覚えてて、大人になって自分もやってみるとかさ、どちらに行かれますか？いや、美山 の、 かやぶきはまっすぐやなので、あのこっち側に行けないだけでまっすぐは行けますので、はいはい、ただちょっと今自転車が走り終わってからちょっと行くっていう形なので、あ、すごい、5分からちょっと10分ほどちょっとお待ちになって、はい、了解です、すいません、はい、ご協力お願いします、はい、うわ、ほんますごいスピードやな、自転車ロードレース、それで多かったか、そうかな、でもさっきの親子もこっち向かってくるやろ、見に来てんのかもね、すごい面白いな、これ撮ってる撮ってる、ほらほらほら行ってる行ってる、うん、速っ、あ、バイクで後ろからかけてる、速いな、あのスピードレースやもんな、やっぱり、面白い、パトカー止まってるから何かなと思った、ショートコース、小学生が7時50分から8時、へえ。
ボードレースコース。8時10分から12時30分。とりあえず待機の時間になってしまいました。とりあえず最後尾パトカーが走っていってました。今から多分一般車行かしてくれると思います。スタート。すごい。じゃあもうそんなスピードが変われへんってことね。そうやろな。だから最後のパトカーが咳止めてんの。うん、咳止めて調整するやろな、スピード調整。そうやな、そういうやり方したらあんねんな。いや、なかなか見られへんのか。うん、おかげで後ろからちょっと繋がっちゃったけど、でもいいんちゃう、これ抜かれへんしもみんな。遠目から見て、うん、全部が見えるな。すごい。ここがやろ、あそこやろ。かやぶきの里、一応マップがあります。小さないい美術館、資料館。え、何それ、可愛くない、これ、かやぶきの形。募金、駐車場とか。あははは、お前やな、それぐらいは入れるべきやな、多少なり。すごい、イノシシ出るんや。どれ、イノシシ、キツツキ、山根かや…しかおる、あるんやな。へぇ、カフェある、カフェ、美術館。でもこれ入っていったらもうそのマップが分かれへんな。マップがね、どこにあってん。あ、それを探してきてんけど、さっきを探さんって。出会って回ったらいいやろ。普通に住んではるからな。
まっすぐ。あ、ここに何か書いてあるわ。方向は神社、民宿、小さな美術館。そっち側に美術館行ってみる。ああ、そっち行ってみようか。で、ぐるっと回れたらいいんやけどな、上から。それかこう回る。いや、カフェがこっちあるから、うん、こう回ろうか。いや、もう夏日やな、でも。ここ行くの？うん。お花越しの。うん。要所要所にこれ、うん。これは何やろ。モニュメント的に置いてくれてんの。ちゃんと意味があるんか。ほんなら、あ、すごいな、上から見てると。ここの人ら大変やな、みんなこううろうろされるから。そうやんな、うん、いくら美観地区やったて、うん、ずっとなんか、ね、見られてるみたいな感じになっちゃうから、うん、でもすごいよな、これ苔生えて、すごい。小さな美術館。あ、まだ奥？そっちか。うわ、綺麗な水。うわ。田んぼに引いてんのかな。多分そうでしょう。これ山からの水やな。あ、冷た。綺麗な、ほんま、うん、水が。うん、ちのかやの立派なお屋敷が、うん、あ、これここから放水するの。あ、これが放水のやつなんや、うん、あ、この中に入ってるんやな、ほんなら。あ、そういうことか。そんで要所要所にあるんや、うん、かわいいね。うん、ほんとはほんまにもし火事になったらザーってやる。うん、そやな、うん、まあでも家が一つ一つがでかいから、離れてるから、うん、類焼することはなんかなさそうな気するけど、うん、やっぱプロパンなの。これは蔵みたいな感じになってるな。ああ、ここは住んでる。まあ蔵やろうな、これ。あ、でも奥にあるわ、ほら。うん、すごい。うまいな、すごい。うん、みんな考えることは一緒やな。あー、これなんか昔のほら、うん、脱穀の機械ね。あ、ほんまやな、うん、あ、小さな美術館。小さな美術館。あー、すごい手入れされてるな。あれ、最近きれいにしたみたいな、あの蔵の方は。うん、やっぱ苔がついてる方は、うん、え、車来たで。おお、藍染め美術館。はい、見てみる。300円。あ、ね、じゃあ次カフェ行きます。マンホール、あゆのマンホール、これか、うん、ほんまや、マンホールは三山、うん、保水やな、うん、ここ民宿だわ。え、
あ、ほんまや。ここかな、これか。みさやさん。うん。民宿の部分はかやぶきではない。ああ。宮の牛乳ジェラート。うわ、いっぱいよ。ほんまや。まあでもこれの、うん、こういう形で残ってるのすごいな。でも、この後ですね、民族資料館ですね、そこからあと樹齢400年の土地の木、これを見てまいりまして、でだいぶ降りてカフェギャラリー、そこで、まあ、陶芸家さんが作品展示して販売してますんで、その辺を見てまいりまして、駐車場へ戻りました。なんかお土産屋さんがあるんかな、あっち側に。ここにちで、この辺にちなんだ。巣作ってる、うん、お食事どころ。この奥もあんな。でもあれかやぶきやんだけ。うん。これは観光のために建てたんかな。そうやろな。うん、集落のマップあった。あ、ここにあったんか、マップ。あ、ほんまや。ここでもらったんやねんな。うんうん、かやの里。かやの里っていう道路沿いのかやぶきの2軒あるうちの1軒。そうやね。案内と。うん。で、ソフトクリームあるね。さ、おにぎりとか売ってたよ。はあ、はあ、おにぎりはいらない。うん。ソフトクリーム食べたい。ソフトクリーム食べようかな。食べる？うん、せっかくやな。